シュウマイの憂い。人生がつまらないという時はシュウマイを食べましょう。そういう時にシュウマイを食べると元気が出るというのではない。人生がつまらない時、シュウマイが付き合ってくれる。人生嫌になっちゃったというような時ってありますよね。そういう時はシュウマイに限る。シュウマイってなんだかつまらなそうじゃありませんか。シュウマイを4つほど皿に盛って、一つずつじーっと見つめてみましょう。みんなじーっとしていて、目前としていて、ひっそりしている。内省的な感じもある。右側に少しかしいで、そのまま考え込んじゃっているのもいるし、うつむいて沈み込んでいるのもいる。うずくまっているそれぞれが孤独感を漂わせている。四つ揃っていながら、みんな勝手な方向を向いていて、連帯感がまるでない。餃子の元気、餃子の生前、餃子の連帯感と比べてみると、その違いがよくわかる。皿の上でつまらなそうにしているシュウマイと、人生嫌になっちゃった人と、なんだか話が合いそうだ。卓木の、友が皆、我より偉く見ゆる日を、花を飼いきて妻と親しむ、という短歌の、花のところをシュウマイに、妻のところを一人にしてみましょう。ほーら、雰囲気がぴったり。シュウマイ買い来て一人親しむ。ほーら、少し哀切で、少し微笑ましくて、人生嫌になっちゃった時にぴったりじゃないですか。例えばこんな設定がいいな。窓があって、窓の向こうに枯葉が風に震えていて、テーブルがあって、テーブルの上に皿があって、シュウマイが2個乗っかっている。長い沈黙の後、人生ってなんだかつまらないなぁ、とつぶやく。するとシュウマイが、私も人生つまらなくて、と応じてくれる。私は用事を一本取って、つまらなそうにシュウマイに突き刺す。この場合のシュウマイは、先用件ほどの一口で食べられる大きさのものがいいな。つまらなそうに突き刺し、つまらなそうに口のところへ持って行き、つまらなそうに放り込み、つまらなそうに口を動かす。シュウマイはつまらなそうに食べるとおいしいんですね。おいしそうに食べるとおいしくない。だいたいシュウマイをおいしそうに気色満面で食べてる人って見たことありますか？みんなつまらなそうに食べている。シュウマイを食べるときは顔面の筋肉が活躍しない。最小限の動きでこと足りる。それがつまらなそうに見えるのかもしれない。また食べていくうちにだんだんとつまらなくなってくるところもシュウマイにはあるんですね。一つ二つと食べていくうちにどんどんつまらなくなってくる。食べ始めと噛んでいる途中と噛み終わりがずっと同じ味だ。最初元気だった人もシュウマイを三つ四つと食べているうちにだんだん世の中がつまらなくなってくる。ね、ここがシュウマイの狙いなんです。世の中がつまらなくなった時がシュウマイの出番なんです。つまらない時の友こそ真の友だとラ・ロシュフーコーも言っている。私はそんなことは言ってない。ラ・ロシュフーコー。シュウマイはひき肉と玉ねぎとつなぎの小麦粉と皮で作られる。材料的には野菜の少ない餃子のようでもあり、ハンバーグを焼かないで蒸したもののようでもある。不思議なことに、シュウマイは上等のひき肉だけで作られたものはかえっておいしくない。小麦粉たっぷしの安物の方がかえっておいしい。皮も大きめで、上の方に少し余ってピラピラしている方がおいしい。この皮ピラピラが口の中でピラピラしておいしい。肉ぎっちり皮ぴったしのものは
味が単純で物足りない。シューマイにからしというのも誰が思いついたか知らないが実に有効だ。シューマイのからしは一つ一つにつけるより醤油に溶いてからし醤油にした方がなぜか美味しい。シューマイの食べ方は単純だと書いたが、シューマイ揚げに限っては単純どころではない。湯気の上がる熱々のシューマイ揚げがおでんつゆとともに小皿に盛ってある。これをいざ食べようとするとき、誰もがさてどこにかどうかぶりつこうか必ず迷う。いざかぶりついた後もこのまま噛んでいいものかどうか必ず迷う。歯に当てたとき、これから起こるさまざまな展開が一瞬脳裏をよぎる。ぐずぐずになった内部のシューマイの露出、崩落、散乱、梅雨の鉄火、唇のあちち。そして事態はその通りに展開する。一口目こそ皮のさつま揚げの部分と内部のシューマイを一緒に食べることができるが、二口目からは両者は離れ離れになる。二口目は散乱したシューマイを拾い集め、皮の内部に収納して修復し、なんとか一緒にして食べる人と別々に食べる人とに分かれる。最後に梅雨の中に散乱したシューマイの破片を梅雨と一緒にジュルッとすすり込むと、顔は思わずニッとなって、人生もこれで捨てたものじゃないなと思う人と思わない人とに分かれる。